1月15日金曜日、阿戸川公民館で第9回家族介護教室が行われました。はじめに介護する家族や介護に関心のある方同士で悩みや情報を共有したり理解し合うための情報交換会が開かれました。参加者はここに来ると元気になると笑顔を見せていました。後半は地域包括ケア事業研究会人材開発センター認知症看護認定看護師の西村優子さんをお招きして、認知症ケア、食事ケアをテーマに学習会が行われました。参加者13人、60代から70代の女性が多く、熱心にメモを取りながら話を聞いていました。最後の質疑応答では、自宅で介護する人の貴重な意見交換ができました。また、高島市内には介護者の集いとして、各地域に家族会の方々が活動されています。今津町で中心にもみじの会という会をしてまして、1ヶ月に1回同じ場所でおしゃべり会のようなもの集いというのをしてるんです。で曜日なんかは決めないで、同じ曜日にするとその介護保険のデイサービスを利用しておられる家族が来れないっていうので、こう曜日を変えて1ヶ月に1回喋ってます。で、介護のことだけじゃなくいろんなことを喋る、そういう、集いをしています。くつきのひまわり会の中村です。今くつきの丸八百貨店さんって100年ぐらい前の、昔デパートやったの、そこを3階をお借りして、月に一度家族の介護者の介護をやってます。で、下の一番1階でお食事を作っていただいて、3階に持って上がっていただいて、そこでお食事をして帰るという、いろんな方が寄られて毎月1回やってますので、楽しく やらせていただいてます。阿戸川町の介護者の会みのり会です。阿戸川町の介護者の会は、ほっと一息サロンといって介護者の教室、介護教室の午前中に一部日を合わせてさせてもらってるんですけど、実は阿戸川ボランティアセンターが立ち上がって、そこの第一木曜日の10時から12時までが当番なので、そちらの方にスタッフとして入って関わっております。で、そこへ会員さんには通知を事前に出しますし、そこへ日頃の話をわいわいとしゃべる談笑の会をさせてもらっています。